レオポルド三世、レオポルド三世、1901年11月3日から1983年9月25日は、第4代ベルギー国王、在位、1934年から1951年。第3代国王アルベール一世と、王妃、エリザベートの子として、ブリュッセルに生まれる。不王アルベール一世は、 北部のフランデレン地域と南部のワロン地域の対立を理解し、三国同盟及び三国協商の間で、ベルギーの統一を維持したいと考えていた。そのような情勢か、王家は代々フランス語を母語としていたが、アルベール一世は、即意式での制約を、史上初めて仏乱両言語で行い、その場で史上に、フラマン語、オランダ語を学ばせることを宣言た。太子時代に、 第十二ベルギー連隊の兵士として第一次世界大戦を戦った。戦後の1919 19年、カリフォルニア州サンタバーバラの西安ソニー人学校に入学。美男かつ優秀な人物であり、あらゆる面で弟のフランドル博、シャルル王子より優れていると、シャルル自身も認めるほどだった。1926年11月4日、ストックホルムで、 スウェーデンのアストリッド王女、オスカル二世の三男ベステルイエートランドコーカールの三女と結婚した。父アルベール一世の遭難死を受けて、1934年2月23日に不足した。レオポルド三世は、即位式において、先生だけでなく、挨拶も、普通乱量言語で言った。1935年8月29日、国王夫妻が、 スイスのキスナハトにある別荘近くの道をドライブ中、レオポルド三世が運転を、誤り者が、ルゼルンコに転落した。王妃はこの事故で死亡した。父と妃を相次いで失ったことに加え、同時期には王帝シャルルが平民の女性と結婚問題があり、レオポルド三世の反対により断念に至ったことから、関係が著しく悪化していた。同年12月、 英国王ジョージ五世よりガーター勲章を授与された。欧州では1933年1月30日にヒトラーが首相に任命されて以降10月21日には国際連盟脱退、1935年5月16日にはドイツ再軍備宣言とドイツをめぐる情勢は急速に悪化していった。また、 ベルギー国内は1929年の世界大強行以降、議会制民主主義への批判が噴出し、政権が安定しなかった。このような情勢下において、レオポルド三世は1920年に締結されたフツジ路軍事協定によって、かえってドイツからの標的になると考え、1936年10月14日の閣議で、 フランスへの従属から独自外交への政策転換を訴える。ベルギーも、また、対独優和政策を取り続けた。国王の姿勢は、フランス側から、裏切りと批判され、ドイツ側からは、フランスからの離反と称えられたのみならず、国内のフランデレン主義の活動家、アクティビストをも刺激する結果になった。レオポルド3世は反ユダヤ主義者だった。 1940年1月、政府に1939年9月以降に不法入国したユダヤ人の数は3万と見積もられるが、彼らへの訴追が十分になされていないと主張した。第二次世界大戦におけるドイツ占領下では何千ものユダヤ人、フランドル民族主義者などがフランスへ追放された。1939年9月1日、ドイツのポーランド侵攻。 9月3日に英仏両国が対独戦線復刻し第二次世界大戦が勃発した。翌1940年4月9日にドイツがノルウェーやデンマークに侵攻、ベーザー演習作戦るとベルギーへの侵攻も確実視されるようになった。英仏両国はベルギーでドイツを食い止めるために両国軍の常駐を依頼した。しかし、 レオポルド三世は中立への行き過ぎた考えから、ベルギー王を守る、戦場にしないことにこだわり、国境にのみ徴収を認め、ベルギー領内で両国の兵士を見かけたら、射殺すると表明した。これに対し、フランスのポール・レノー首相や、英国のウィンストン・チャーチル首相は、共に国王の態度に呆れ、批判している。また、国王は、これを契機に、ベルギー国内で、 重宝活動の可能性のある、ベルギー人及び外国人、独意のみならず英物も含むを検挙させ、これにはドイツから迫害を逃れて亡命したユダヤ人も含また。1940年5月10日、ドイツ軍が戦線復刻なきまま、ベルギーに侵攻した、ナチスドイツのフランス侵攻の第一大会である、黄色作戦。初日に、エヴァンウェイマール要塞の戦いで、 ベルギー最大の要塞を陥落させられると、ベルギー軍は撤退し、国王はダンケルクでの攻戦を呼びかけ、兵士を鼓舞した。オランダやベルギーが、ドイツ軍、A 軍集団低地地方で迎撃する間に、ドイツ軍、B 軍集団は、ベルギー南部フランス東部のアルデンヌ高地を越えて、進攻したため、シ白、富ツ、A 核軍は分断された。5月12日、 アニューの戦いで、白フッツ軍と独軍による大規模な戦車戦で、ベルギーは驚くほどの勇敢さを持って抗戦し、ドイツの進撃を遅延させて、ダンケルクからの英派遣軍の大陸撤退、ダイナモ作戦を可能にした。5月25日、西フランデレントル法ので午前会議が開かれた。大独勝利の可能性があると信じた政府はフランスで、 亡命政府を組織して抗戦しようとした一方、国王は無条件降伏により、ドイツ中心の新秩序の中で、ベルギーの立場を考えようとし、意見は一致しなかった。同日、英国王ジョージ6世に宛てた新書では、政府及び軍の最高責任者として、ベルギーに泊まることと、24日にジョージ6世が行った、徹底抗戦を呼びかける演説に感銘を受けた旨を、記した。 ジョージ六世は政府と相談の上、亡命して抗戦するよう激励した。5月27日、レオポルド三世はドイツとの交渉を開始し、翌5月28日にレオポルド三世は降伏を宣言する。以後に遊兵された。遊兵中の1941年、リリアン・バエルと再婚するが、彼女が平民であったため王妃とは認められることはなかった。 一方の閣僚たちは、フランス、さらにロンドンへ亡命し、レオポルド三世世の国王,王とは認めないと宣言した。チャーチルへ首相や英国世論は、レオポルド三世の降伏を裏切りとして非難した。しかし、ジョージ六世は、電撃戦で攻撃を受け亡命政権を樹立した、オランダ王国、ルクセンブルク大公国が共に、女性君主で軍の最高指揮官でなかったのに対し、 レオポルド三世が最高指揮官として、兵士や国民を見捨てて亡命できない事情を理解し、ガーター勲章を含む英典を剥奪しなかった。1944年6月6日、ノルマンディ上陸作戦によって、欧州戦線は天気を迎え、パリの解放を経て、9月2日に連合軍がベルギーへ進攻。9月21日、ベルギー亡命政府は王帝シャル,ル王子、 グランドル博を摂政に立てることを宣言した。ベルギー全土がドイツから解放されたのは11月3日だった。国王一家はドイツ及びオーストリアに移送された後、1945年5月に米軍によって解放された。選挙が連合国優勢になりつつある1944年春、レオポルド3世は単独で政治宣言を起草していたが、 連合軍が勝利した場合でも連合国に組みすることを拒否していた。また同宣言では戦後ベルギーの課題が言語問題にあるとの危機感を示し、フランデレンとワロンを対等に扱い、かつ二言語を公用語とする必要性についても触れていた。1946年、サモン委員会はレオポルド三世を反逆罪に問わないと決定した。にもかかわらず、 彼の愛国心を問う論争は続いた。そして1950年、レオポルド三世の復帰の是非を問う国民投票が開催され、国民のおよそ57%が彼の復帰を支持した。そして、国王支持派と反国王派ははっきりと分かれており、反国王派の多くは、社会主義者とワロン人で構成されていた、ベルギー南部のフランス系の論地域は、 およそ42%が賛成。一方、国王の復帰を支持したのは、キリスト教民主主義者とフラマン人だった、ベルギー北部のオランダ系のフランデレン地域では、およそ70%が賛成。同年の帰国に際して、レオポルド3世は、ストライキなどの抗議行動の出迎えを受けた。ストライキは暴徒化し、憲兵隊との衝突で数人の犠牲者が出た。ベルギーは、 内戦の危機に瀕し、レオポルド三世は国家の分裂を避けて君主制を維持するため、二十歳の息子、ボードランをベルギー国王として支持するよう命令を出し、1951年7月16日に退位した。退位後のレオポルド三世はアマチュアの社会人類学者として世界中を旅した。セネガルを訪れた際には、 フランスの非植民地化プロセスを激しく批判した。1952年2月6日、親友でもあった英国王ジョージ6世が崩御する。しかし対戦中の経緯から、英国内における反レオポルド勘定は、ベルギー国内に勝るとも劣らぬものだったため、2月15日に行われた国葬に参加することはできなかった。1983年、ウォルー・エイコールサンイコール。 ランベールで死去した。ラーケンのノートルダムドラーケン教会にアストリッド王妃と共に埋葬された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。